どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日は、こちら。リンクス、エロいカード選手権クソどうでもいい企画なんですよ。クソどうでもいい企画なんで、本当に興味がある方だけ、見ていただければな、というふうに思っております。現在、まあ、リンクスに存在するカードが多分ね、5000とかぐらいだと思うんですよね。多分ですね。数えたわけじゃないんで、知らないんですけど、よく。多分5000くらいって予想。で、全部見ました。で、4000から5000種のカードを全部見ました、私が。その中から、このカードはエロいと。このカードはエロいんじゃないかと。まあ、こういうね、私の独断と偏見によって、まあ、抽出した、およそ30枚のカード。これをね、皆さん一気に、見ていただければなというふうに思っております。ちょっと投票フォームを作るかどうかはちょっと考えてませんが、まずちょっとエントリー選手、ご紹介し、全員ご紹介して、で、最後に私の独断と偏見によって、まあ、3位、2位、1位発表していきたいと思います。まずは1人目。ライデンニャンニャン。でかい。でかいです。でかいですね。とにかくでかい。そして次。青き目の乙女。これはね、くびれが素晴らしいんですよ。わかりますか？これまあ、もちろんでかいのもまあ、もちろんね、でかいのもあるんですけども、くびれが素晴らしいんですよね、これ。佐野ひなこちゃんもびっくりと。いうことで、青き目の乙女。そして、次。ハーピークイーン。露出度が激しい。これはなんだ？これは露出が激しすぎるぞ。おっぱぶでもこんな露出は、なんかサービスタイムでもない限り、回転セールとかでもない限り、こんな人いませんかね。これ素晴らしいですね、これは。あと単純な足が長いっていうのがね、ポイントですね。非常に。で、次、アマゾネスの剣士、筋肉質。筋肉質な女性が好きな方、たまりません。たまにあるじゃないですか、その筋肉、腹筋割れ女子がやっちゃったみたいなシリーズ。ああいうのもまあ割と好きな方は多いんじゃないかなと思うので、まあ割と僕もまあ嫌いじゃないんで、まあ、結構ランクインしてくる。あとこれね、バンプオブバンパイア。これはね、その着衣のエロさみたいなのがあるんですよ。わかりますか？その見えてはないんですけども、まあ正確には見えてないんだけども、見えそうで見えない、その着衣のエロさっていうのと、あと、若干ボディーペインティング的要素。これなんか服着てんのかな？これ、まあ、ボディーペインティング的要素もあるんですよね、ちょっと。わかりますか？これは素晴らしい。非常に可愛い。そして、これ、サイバージムナティクス。ね、めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでかい。とにかくでけえ。なんでこんなにでかいんだ？こいつ多分一番でけえぞ。いろいろ見てきたんですよ、俺。まあ、5000見てきたんで、俺。一番でかいんですよ。なので、結構上位には入ってきそう、ランキング的には。で、そしてこれ、デーモンテイマー。デーモンテイマーさんもね、でかい。以上。でかいだけなんだよな、俺。選んでる基準。そして、気まぐれの女神。これはね、まあ、ポイントですよね。脇なんですよ。脇って美しいじゃないですか。女性の脇ってやっぱ興奮する男の人多いと思うんですよね。この人はね、もうね、惜しげもなく脇見せてくれるんで、これは、まあ、かなり高評価。そしてこれ、発酵の乙女。これはね、サチウス感がたまりません。だからそのガリガリ、ちょっとなんか、その貧乳系で、まあ、貧乳でもないけど、まあ、そこそこの、まあ、板感と、あとこの、まあ、その、細さ、骨が見えちゃってるレベルの細さ。この、あと、サチウスさ。サチウス系の、なんかその地味女子みたいなのが好きな人いるじゃないですか。まあ、僕もそのタイプなんで。結構いいですね、これね。で、そしてこれ、マーメイル・アビス・ディーネ、幼女。そしてこれ、乙姫。もうね、名前がそもそもなんか乙姫だから、そもそもやっぱランキングに入ってはくるんですけども、これね、見えてるんですよね。もう、ほぼ見えてるんですよ。ほとんど見えてるんですよ、これ。これもやばいだろ。モザイクかけた方がいいんじゃないかなっていうレベルで、これ海外版のカードどうなってるのかな、ちょっと気になるから、まあちょっと、調べられれば載せておきますけど、これ結構やべえんだよな。これ初めて見たとき、あれだもんね、ちょっとやっぱ、あれだもんね、ちょっとムラッとするもんね、こういうのって。で、次、サニーピクシー、幼女。それから、これ、ジェリービーンズマン。それから、これ、ジェリービーンズマン。理由、お豆だから。お豆だからですね。この人は、理由はお豆だからです。
ね、セイレーン、これに関しては服を着ろっていう、まずそもそも論でまず服を着てっていうところからあの話を始めないと、まあ、あのいけないかなっていう、まあ嫌いではない、でもこういうのは嫌いではない。そして、先バスナイト、先バスナイトはね、まあ、もちろんこの大きいっていうのもあるんだけどね、このくびれがすごい、これこんなにくびれることある、人間ってこんなに、これ佐野ひな子ちゃん以上に多分ねくびれてると思うんだよこれね、多分ウエスト38度みたいな、ね、これ38ぐらいだと思います多分、人間と同じサイズをしていればね、もしかしたらもうめっちゃでかいって言わせるから、悪魔だからさ、あ戦士かこいつ、なんか戦士なんだこれ、悪魔の魔法戦士って書いてあるのこれ戦士なんだこれ、知らなかったわ。で、これでウォーターガール、これに関してはマジで衣装エロすぎどこのグラビアアイドルだよ、やばすぎるんだこれ、そしてこれ、ブレードスケーター、これはね、まあ、ちょっと若干コナンの犯人感はもちろんあるんだけど、ちょっとねよく見るとレオタードっていうね、よく見るとレオタード、そしてスカートの意味なしっていう、こんなになんか出してもっこりし森マンを出してるんだったらもうスカート履いてる意味あるっていう、まあ、そういう話ですね。でそしてこれ、月明かりの乙女、これに関してほんと着衣のエロさ、まあさっきのね、あのこのバンボーバンパイアさんと同じ理由で、まあ、着衣っていいんですよね、俺着衣物結構やっぱあの持ってるんですけど、持ってるってどういう意味、あの着衣物結構持ってるんですけど、やっぱこれはねあの素晴らしいと思うね、やっぱこのなんかなんていうのかな、この間にちょっと布が引っ張られてる感じが素晴らしいですよっていう、まあ、そういう話ですね。でこれ、今度は、アルラウネ、これはその、まあ、乳頭を、まあ、髪の毛で隠しているっていう、まあ、これがねあの確信犯ですよね、あ圧倒的に確信犯、これ圧倒的確信犯なんでこれ素晴らしいということで、そしてこれ、レアメタルレディでっかっレアメタルレディでっか、ちなみにこっちも言いますよ、レアメタルバルキリーでっかってね、そしてこれ、これねバーストレディが意外といいんですよ、意外とこのそのまあそこそこあるこの胸と、あとね結構足太いんですよ、割と足が太いと、これはね逆にですけども高評価ポイントだと俺は思っている。そして、これ、甲骨のマーメイド、ポーズがね、そのなんか前世紀のなんかそのグラビアアイドル深田恭子を深恭をなんかその彷彿とさせる素晴らしいポージング、これポーズ考えたコナミ社員ナイス。次、これ、聖杯をいただくミコ、これに関しては板、これなんかその貧乳好きっていうのはあのまあ世の中にたくさんいまして、これ圧倒的に人気ありそうなんですよね、この板感、これを素晴らしい。そして、ハーピーガール、これはまあねあのハーピークイーンと同じ理由でまあランクインしてるんだけども、あのねよくよく見るとね足ちょっと太いんですよ、足太い女の人結構好きなんですよ俺、わかりますか、ちょっと足太いって少し興奮するでしょ桃あの桃まるまるができる可能性があるから、桃まるまるができる可能性があるんで結構いいかなと思ってランクイン。そしてこれ、ディアンケト、ディアンケトはねやっぱねあの遊戯王界一の巨乳だから、でっかいね、これ熟女好きにはたまんないでしょうね。ちなみに俺だったらチェンジ、そして白のベール、これは、お尻が素晴らしい、ケツ、理由はね、理由はケツ、そして、チャカの復活、これに関してはかなり触手プレイが進む、ご飯が進みます、そしてこれアクアの合唱、これはねよく見るとわかるんだけど、なんかね透けてるんだよ、わかる、だからこのわかりますかね、そのまシャリンガンを持ってる人だったら多分わかるんだけど、これ透けてるんですよ、ちょっとこのここと本当のこことここが透けてるんですよ、だからランクイン。そしてこれ、フォーチュナデーバリー、これはハイレグ、理由はハイレグ、美しい非常に、というわけでまあ大体31枚くらい紹介してきたんですけども、私の個人的見解によってランキングトップ3発表していきたいなと思います。まず第3位、アクアの合唱、理由は透けているから、そして第2位、気まぐれの女神、理由は脇を舐めたい、そして第1位に輝いたのはジェリービーンズマン、理由はお豆、というわけでいかがでしたでしょうか、また次のラジオ動画でお会いしましょう、じゃん。